はい、よろしくお願いします。全然想定してなくて今日出演を決めたという2人組なんですけど、次セリスのテーマという曲に行きますけれども、登場人物いっぱいいる中で、女性キャラが2人いまして、ティナとセリスというのがいまして、そのセリスというもともとは敵の将軍だった女の子なんですけども、どん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 その敵の将軍、すごい男らしかったのがどん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 女の子っぽくなっていくのも、ゲームの中で非常に見どころ、見どころじゃないかなと僕は勝手に思っております。オペラを歌っちゃったりするんですけども、そんな、各登場人物にテーマ曲がある中でおそらく一番こうメロディアスで、美しい曲なんじゃないかなと思います。ファイナルファンタジー6の中でも一番綺麗な曲ですね、そんな曲を、お届けします。聴いてください、セリスのテーマ。
こんにちは。フルートの講師をやられている中井先生。拍手。フルートの先生に見られてるっていうのは本当に同じ吹き物同士として本当にプレッシャーなんですけれども。そうですね。お手柔らかによろしくお願いします。ちょうどフルートというお話があったのでちょっと説明をさせていただきますけれども、この篠笛という楽器、もともとは古代のインドにルーツがある楽器なんですね。で、古代のインドから、中国、朝鮮半島を伝わって日本に入ってきたのがこの篠笛という楽器になります。まあ、篠笛の元祖になる竜笛というものが入ってきて、どんどんシンプルになって、庶民の間に広がったのがこの篠笛という楽器で、逆にシルクロードを、ヨーロッパに渡ったのは何になったかというとフルートになっちゃったんです。はい。そうなんです。だからもともと篠笛もフルートも、ね、ルーツは一緒、同じ楽器だったという説が、ウィキペディアに載っていました。ちゃんとね、オチはつけるんです。 NHK じゃないです。残念ながらウィキペディアなんですね。あれ自分でも書けちゃうみたいですから。いやでも本当みたいですね。仏教 の伝来と一緒にこう日本に入ってきたのがこの篠笛、まあ流的で篠笛に変化していったというふうに言われた。まあ、そんな中で、まあヨーロッパには本当にフルートの文化というか横笛の文化っていまだにいっぱいあって、アイルランドなんかだといまだにトラットの、アイリッシュフルートなんてフルートも使われていますし、非常に面白かったりします。それは、まあ、僕も笛吹きとしてねちょっと頑張っていきたいなと思っています。そんなわけで、次はなんだっけ、あれかメインテーマか、メインテーマ、はい、ファイナルファンタジーといえば、この曲もう、メインテーマというより国歌と言ってもいいじゃないですかね。そんな曲を、お届けします。聴いてください。次の曲が最後の曲にさせていただきます。次の曲も国歌です。まあ、今まで FF ファイナルファンタジーの曲をやらせていただきましたけども、まあ、今年はファイナルファンタジー6をテーマにやらせていただきました。来年は、ドラクエ5をちょっと課題にやっていきたいなと思っております。自問もう一回MVP が
ピンが足りないというわけでね、またどこかで、お目にかかれたら嬉しく思います。あ、僕は個人的にも一人でもいいかな、そういうのそういうのいいかな、一人でも活動させていただいております。片野智、忍び奏者片野智という名前でやらせていただいております。チラシ持ってきておりますので、もしね興味持っていただいた方は、持ち帰りいただけたら嬉しく思います。そこにね、ホームページとか載ってますので、詳細は、見てやってください。というわけで最後に、マジすごい面白い何か喋りますか。大丈夫です。はい、じゃあ最後の曲ですねお店の宣伝とかいいの。明日もホットラインがあるんで今日長丁場で明日もあるんだ。大変ですね皆さん体力があったら話しますあした最終日です。明日ファイナルということで、ホットラインファイナル、まあ、ロジャーさんが出たり明日は見るのミンミンは明日は見ないじゃあそんなわけで、最後にこんな曲お聴きします。気をつけて。あ、優しい。帰ればこっちない。帰ればこっちない。成田方面多いと思いますが。気をつけて。サマソニがいい。サマソニがね。サマソニが邪魔した。恥ずかしいな。やばい。